久保さん、さすがですね。いい話じゃないですか。あなたがサンタクロースになってやりゃいいと。じゃ、サンタクロースになるためにはこういうやり方あるよと。いいじゃないですか。なかなかセールス上手ですね。実はさっき僕も、あの、まあそのトーク、ああ、そのトーク入れとけばよかったですね。まあでも、あの、あの、セールスビデオ作ってたんでこと、今年最後セールスやるんで、そのセールスビデオ作ってたんですけど、 まあ明日公開するやつですね、うん。まあ確かにね、あのサンタクロース側になればいいだけの話ですよね。うん。ううん、まあでもクリスマスっていうのはね、うん、やっぱね、プレゼントする側になれたら気持ちいいですよ。プレゼントもらう方も気持ちいいけども、例えばこれ分かりやすくな,るならば、 おごられる方も嬉しいしおごってやる方も気持ちがいいんですよだからサンタクロースになる方も気持ちいいしプレゼントもらう側もあのたのワクワクするしだ両方幸せになれるんですようーんだから僕もあの初めてお金を振り込みますっていうねクリスマス企画でちょっとあのやってるんですけどやっぱねこれができるようになったのは良かったですね まあ今までやっぱ借金があったんでお金なんか配りたくなかったわけですけど。うん。まあだから来年はまあこれずっと続けていこうかなと思います。これはね。まあ一応あのコンテストに、コンテスト形式でや,やる、やりますけども、まあ毎年やろうかなと思いますね。なんかそのプレゼントを配るっていうのもいいんだけども、やっぱその、あれじゃないですか。まあプレゼントを受け取って、 あのー、ちょっと微妙な時もあるじゃないですかお金だったら別に自分が欲しいの買えるんで一番お金がいいんじゃないかなっていううんそうまあ久保さんもいろんなものもらうと思いますけども使わないものももらったと思うんですよでもそれは気持ちなんでねそのものに対してどの頃のじゃないんですけどただ使わないものをもらってもっていうところもあると思うんでそうわかんないですからねその そのリサーチしてないんで、今年のクリスマス何が欲しいですかって全員に聞けないじゃないですか。ね、久保さんの視聴者の方に全員に聞けないですよね。100人が200人か1万人かわかんないですが一1万人何が欲しいですかみたいな。<laughs> それ聞けないので、まあお金、お金だったらね、あの、行けばいいじゃないですか。あの、別に自分が好きなの買えばいいんで。うーん。だからまあ来年もお金配るね、企画。 配るというか振り込みますみたいなね。来年は10万円ぐらい振り込みたいですね。まあちょっとね、10万円は今のところ無理ですね。<laughs> はあ、頑張りますよ。うん、売り上げもうちょっと上げて、うん。まあね、ドリアカがね、もうちょっと売れるあの、ドリアカ一括で入ってればね。 一括で、ドリアクが一括でも何人か入ってれば全然いけたんですけどね。<laughs> やっぱ、ね、キャッシュフロー的にきついわけですよ。分割だと。もう全然月入ってこないですからね。<laughs> 2年がかりですから。2年がかりなんで。うん、まあ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 、あのー、頑張ります。はい行ってらっしゃい。